思議なものですね。いつでもその人が心に浮かんで、胸がキュンとしてドキドキして、なんとなく切なくて、嬉しくて楽しくて、でもちょっと寂しくて、いろんな気持ちがぐるぐる回って、私もうどうにかなってしまいそうです。次回レタスの恋、一途な思いは図書館で、恋は置いてきるもので図書館にはいないのだ。おいおい、その恋じゃないって。